人気アイドルグループ、欅坂46の元メンバーが続々と SNS アカウントを開設。SNS 上で元メンバー同士がやり取りを行うなど、ファンを喜ばせている写真。思わず自ら、ギャルじゃん、と投稿。小田菜奈が公開した金髪ショット卒業後、モデルとして活動する志田愛香や女優として活躍する今泉ゆいは Twitter や Instagram などを開設していたが、4月27日には長澤奈々香が SNS アカウントを開設、29日には小田菜奈も開設するなどファンの間で話題となっている。長澤は、開設から4日でインスタグラムは15万人超、ツイッターは16万人超と開設からわずか3日で多くのフォロワーを獲得。さらに、ツイッター、インスタグラムも頻繁に更新を行い、ファンを楽しませている。また、YouTube チャンネルも作成し配信を行っているが、これまで投稿された2本の動画はただただ無言で YouTube 配信がうまくできずに困惑する様子の動画になぜか暗闇の中にいる長澤が、なんで暗いの?とまたしてもただ困惑しているだけの動画がアップされ、やばい笑い止まらない、さすがナーコ先生、などネット上をざわつかさせている。小田はインスタグラム初投稿で、みんな始めてたから始めました、と解説のきっかけを説明。ハッシュタグでは、シャープ炎上の予感シャープを打ち暇やねんなシャープ優しくしてね、と、自虐、を交えつつファンへ報告を行った。また、この投稿には長澤が、遊ぼ、とコメントし、うん、いつかね、と返答するなどほのぼのとしたやりとりでファンを和ませている。また、鈴本美優もインスタグラムアカウントを開設。ストーリーにインスタライブを行う可能性を示唆する内容を掲載したものの、未だ投稿はない。しかし、志田、今泉、小田、長澤をフォローするなど元メンバー間での交流はあるようだ。この SNS 解説ラッシュにはネット上のファンも、ここ数日の出来事なのやばくない。オタクがどんどん報われていく、熱い、熱すぎる、やばくね、ほんと癒し、など歓喜のコメントが上がっている。長澤や小田は解説日にはその名がツイッターのトレンドにも浮上するなど大きな話題となっている。今後、どのようにファンを楽しませてくれるのかに注目だ。